はい、ミンゴルファー雪村です。2月の19日、月曜日ですけども、今日から新しくですねイベントで始まりました長距離セレクションですね、長距離ホールセレクションというコースをですね今からやっていきたいと思うんですけども、まあどうせなら私のギアの中で一番ですね、飛ぶセッティングでいこうかなということで、門松クラブとこのドリームスロットポールですね、これのセットでパワーが A ですね、572というパワーの状態で、一体どこまでいけるのか、まあどういう感じでですねスターが取っていけるのかっていうのをですね、まあ一通りずっとやっていこうかなと思います。で、1回でもですね、まあスターが1個も取れなかった、または、パーが取れなかったっていうところが出たら、まあそこでギブアップ感じでいこうかなと思います。まあどこまでいけるのかなっていうところをですね、試したいなっていうのと、この私のギアのセッティングでどこまで通用するのかなっていうのもですね、やってみたいなと思います。それでは最初の1番ホールですね、向かいたいなと思います。バーディーを取る、そして220ヤード以上飛ばす、そしてワンパット以内でクリアするというのが、スターの条件のようですね。まあ最初からですね、星が1個も取れないってことはないと思うんですけども、まあでもねしっかりですね、まずはバーディーを取るというところからですねしっかりやっていきたいと思うんですけど、はい、ここはですね、ランキングトーナメントでも今やってるところですね。うん、いいですね。まずはフェアウェイの真ん中あたりにボールを飛ばしましたね。333ヤード飛びましたね。ちょっと風が見ますね。はい、そうですね、2.7 ヤード下げの風が運ぶということで、3番アイアンのパワーモードでいいですね、行こうと思います。このつま先上がりをどう見るかですね。まあバーディー取れればいいですからね。今2オン狙ってってます。乗ってから、まあ2パットで入れてもバーディーということですけど、はい、リープをつけましたね。 2.4 メーターです。さあこのフックラインしっかりと計算していきたいと思います。慎重に。はい、最初のホールイーグルとなりましたね。これでスターひとまず全部取れたということになるのかなと思いますね。はい、ワンパット以内でクリアしましたんでね、3つ取ることができましたね。はい、最初のホールスターコンプリートですね。さあどんどんいきましょう。はい、2番目の方ですね。次がですね、バーディー以下でクリアするですね。あとパワーオンで3メーター以内。これが結構難しそうですね。パワーオンで3メーター以内ですね。カフですね。まあ、ここもしっかりと飛ばして、3オン1パットの作戦でいくか、まあ、2オンで、3メーター以内を目指していくかっていうところですよね。難しいのは。どうでしょう。門松のブレが出なきゃいいんですけどね。なんか今ちょっと右に行った気がしましたけど、まあ、風が右に、あ、やばい。あ、やばい。なんてこった。もういきなり2番目のホールで、スターコンプリートならずですね。まあでも、しっかりとバーディーは、取っていきたいなと思います。まさか2番目のホールで脱落なんてことになってしまったらお恥ずかしいですが、どうだ。とりあえずフェアウェイ、とりあえずフェアウェイにいいですね。よしよし。ここで逃したら本当もう、友人も投稿やめろって感じですよね。はい、ということで、今残りの距離をしっかり倒せたい。はい、いいですね。はい、ひとまずバーディーとワンパットというのは取れたのかな。スターは何個取れたのかな。ああ、二つですね。ワンパットじゃなかったですね。ということで、二番目のホールでもうスターコンプリートが
途切れてしまったということですね。はい、ということで、3番ホールに向かいたいと思います。ひとまずですね、パーが取れなかった、またはスターが1個も取れなかった時点で脱落という風なルールで、まあ個人的な適当なルールなんですけども、やっているんですけども、まあひとまず大丈夫です。スターが1個でも取れていれば続けてやっていけるということで来ますのでね。はい、ここもですね、パワーモード、超パワーモードだとちょっとリスキーなので、そうです、こっちからですね、左側から狙っていこうと思います。風はそんなにない、ちょっと弱めで打ってきました。まあひとまずフェアウェイに乗っけるということですね。で2打目勝負、うん、この辺で止まってくれれば OK です。はい、いいですね。残り224ヤードですね。つま先下がりっぽいな。そうですね、無理して2オンを狙う必要があるのかどうかですよね。まあ一回ちょっとやってみますかね。とりあえずグリーンに乗ればなんとかチャンスはあると。どうだ、こっから戻るかな。まあいいでしょう、3メーター以内、とりあえず3メーター以内に入りました。いいですね。あとはこれをワンパットで進めてイーグルで終わると。このちょっとスネークラインですね、どうでしょう。はい、取れましたね、イーグル。順調ですね。ちょっと2番ホール1個通してしまいましたけど、今のところ順調にスターを稼いでおります。はい、ということで3番ホールスター3つ取れましたね。そしてボス戦ですね。ボスはニコラオスという方ですね。対戦相手に2勝する、全ホールパワーモードを使わずに勝つ、全ホールフェアウェイと、グリーンのみということですね。はい、ということで、まあ、今回パワーモードが使えないということなので、まあ、しっかりとですね、フェアウェイに乗せる場所を確認しながら、パワーモードを使わずに、まあ、刻みながら相手に勝つというところですね。ので、まあ、強引にバーディーを取りに行ったりとか、イーグルを取りに行ったりとかする必要がないということと、まあ、ピンから何メーターっていう、まあ、難しいルールもないですので、とにかくフェアウェイに落とせばいいということなんですけど、さあ、どうだ。いいですね。この辺にバウンドして、はい、そっちにキックするんですね。はい、OK です。はい、もうちょっと対戦相手の方はですね、実際の編集ではもうカットしていこうと思います。はい、2打目ですね。さあ、もうここもとにかくフェアウェイに乗せればいいですので、そんな無理してピンに近づけるということをしなくてもいいです。とにかくフェアウェイ及びグリーンですよね。そこをキープすれば、もう対戦相手はそんなに上手くないので、はい、もう上出来ですね。はい、もうこれで OK です。もう対戦相手はね、本当にね、ちょろちょろしたりとかですね、もうすぐウサギショット出したりとかするんで、もう全然余裕なんですよね。はい、最後のパットですね。はい、バーディー取りましたね。ので、まあ、この対戦相手に関しては、そんなに難しく考えずに、フェアウェイにとにかく落としていけば、まあ、自然と勝てますのでね。特にバーディーを必ず取らなきゃいけないというわけでもないので、こんな感じでいいんじゃないかなと。まあ、このホールも同じように感じていきますね。パワーモードを間違ってね、押してしまいそうになるんですよね。そこだけはですね、絶対にやらないようにしなきゃいけないんですけど。はい、セカンドショットです。風はちょっと吹いていますね。まあ、ここはバンカーにですね、落とさないことだけ考えればいいんじゃないかなと。ちょっとつま先上がりで風向きも、まあ、右からということで、この辺あたりを狙って打っていきます。まあ、多少ブレが出たとしても、バンカーには入らないけど、まあ、全然大丈夫ですね。はい。はい、残り 2.4 メーターですね。はい、このパットを沈めれば、勝ちですね。そしてスターも3つゲットということになります。はい、ありましたね。
これで、2勝しまして、すべてのスター条件も取れましたね。はい、ということで今のところ2番ホール1個スターを逃していますけども、まあそれ以外は一通りコンプリート中ですね。さあ、今度はファラオですかね。ひとまずバーディーで1パット以内、全打フェアウェイとグリーンということですね。まあね、1パット以内っていうのはこのホールなんとなく心配ですね。ファラオですもんね。おそらく、ランキングトーナメントで、常連のですね、あのコースが出てくるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりそうですね。ので、ここの池の向こうに行けるかどうかですね。そうですね。池の向こうまで多分行けそうですね。ちょっと打ち下ろしですもんね。ということで、ボールのトップ打ちで打ってみました。どうでしょう？どうでしょう？いいですね。まあ、よっぽどいいでしょう。はい、OK。問題はこのセカンドですよね。3オンでいいですもんね。無理して乗せる必要はないです。とにかく1パットでクリアしなきゃいけないっていう条件を満たそうとすると、もうサードショット勝負ですね。ということは、ちょっとスター条件が、そうですね、1パット以内と全打フェアウェイとグリーンということですもんね。ということで、5番アイアンに下げて、そうですね、ちょっと風も考えて、この辺に落として、この辺に落としてサード勝負ですね。はい、刻みます。はい、いいですね。なるべく平らなところ。どうだ、うん、平らですね。いいですね。風はどうでしょう。 4-5m といったところでしょうかね。サンドベッチで打ってきますからね、結構風の影響を受けますので、ちょっといいですね。とにかくワンパットです。ファラオでワンパットって言っても、やっぱりそれなりのピンのそばにつけておかないと難しいですからね。ここ慎重です。さあ、ボールのトップ打ちでいきます。ちょっと旗よりも弱めで打っていきます。どうだ？どうだ？ああ、結構風に、ああ。まあでも、下りではなくて、上りが残りましたからね。よっぽどいいんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。うん。まあ、そんなに難しくないですね。あとは42センチ上がってますんで、この、パワー感覚ですよね。どうだ？届け！届いた！よしよし。よしよし、取れましたね。ここもスターコンプリートですね。いい感じです。いいですね。このファラオで最初からスターコンプリートは嬉しいですね。さあ、次5番ホールですね。バーディー。そして、飛距離250ヤードですね。そして2700ポイント以上ということですか。ということなので、まあ、しっかり打ってバーディー取っていけばよっぽど普通にクリアできるということですかね。まあ、250ヤードというのは、よっぽどのことはない限り大丈夫だと思いますけども。はい、このコースなら、まあ、普通に打っていけば問題ないですね。まあ、あとはしっかりバーディーが取れるかどうかですね。さあ、5メーターの風ですね。まあ、なるべくピンに近づけたいので、超パワーモードでしっかり打っていきます。カバマツのブレが出なければいいんですが、どうだ？大丈夫かな？うん、いいですね。大丈夫ですね。さあ、あと残り239ヤード。ここですね。バーディーを取るためにはしっかりとピンに絡ませたいが、また難しいところにピンが切ってありますね。落としどころが難しいですね。もうあのピンの左側はもう下りが残りますんでね、なるべくピンの右側に落としたいです。のでちょっと右側をあえて狙っていきます。5メーターの風が、まあ、吹いてますけども、どうでしょう。どうかな、ちょっと強すぎたかな。5メーターの風が、あ、強かった、やっぱり。あー、これはちょっとやばい予感。5.5 メーターですね。まあ、スネークですけど、おそらくフックの方が強いと思いますが、どうかな。25センチ投げですもんね。このくらいは入れたいな。このくらいは入れていきたい。25センチ。
どうだ、よし入れた。おー、ワンパット。イーグルじゃなくてもよかったんですよね、よう考えたら。そうですよね、バーディーでよかったんですもんね。まあもう余裕なぐらいの、ポイントでクリアですね。ちょっと今私1打間違ってましたね。今ロングホールでしたね。あ、もう全然余裕でした。もう2パットでもよかったですね。はい、続いて6番ホールですね。ここもバーディー、3打のバーディーってことですね。パーオン2メーター以内、ラフなしか。パーオンで2メーター以内ですよね。アクロポリスですよね。さあ、で、どのコースかな。なるほど。これは右から行くコースですね。このミドルは、そうですね。まず1打ここで乗せておいて、ここで乗せておいて、しっかりとラフに捕まらないように打っていかなきゃいけない。ここ難しいですけどね。ラフに捕まらないように、角松のブレが出ないように、大丈夫ですね。はい。はい、OK です、OK です。いいですね。とにかくラフに行かないように。そしてセカンドショット、左からの5メーターの風、ちょい上りですね。ここもピンよりも左側にボールが落ちれば、まあ上りのパットなので、まあそこを狙っていきたいと思います。あとはどのくらいで打つかですよね。まあ旗と一緒かちょい弱めぐらいで打っていきたいと思います。当たればライジングですけども、まあそれよりもなるべくピンのそばに、いいですね。ピンの右側にいっちゃいましたね。下りになってしまうのかな。あ、そうでもなかったですね。上りですね。上りのスライス。はい、ここはしっかりと入れましてバーディーですね。よしよし、順調順調。ここも、スターコンプリートですね。さあさあ、どんどん行きましょう。続いて7番ホールですね。さあ、何が待ってますでしょうか。3打ですね。バーディー3打でパーオン達成。ラフなしですね。またこのラフなし。ここのコースですね。さて、まずは道の手前まで持っていく。パワーモードで道の手前まで持っていくですね。ラフなし。あ、右に出た。今のは右に出たぞ。大丈夫か。まあ大丈夫か。まあまあフェアへ広いですからね、大丈夫ですね。さあ、そして2打目ですね。風はそんなに強くは吹いていない。あとはどこに落とすかですね。そうですね。ちょっと山になっている上にピンが切ってあるんで、変に下りにならないところに残したい。よし、このくらいですかね。ちょっとつま先上がりですけども、は距離感ですね。弱いかな。あー、結構しかも風に運ばれる。あー、弱くない。わ、強いぐらいか。今強いぐらいなんですね。4メーターの風でしたね。このフックライン、まあまあ得意としているフックラインですね。ただ40センチまたここ上がってますからね。このやっぱパワーバランスですよね。さあ、ちょっとパターでも距離のあるパットで今ちょっと望んでみました。どうだ。お、打ったね。入りました。おー、よかった。あのパワー感覚本当ちょっと難しいんですけど、今ちょっとパターの強いモードで距離の出る方のパターで行きましたね。僕40センチっていうアップのところは
あちらの方がなんとなく慣れてるっていうのがあるんで、今それに切り替えたんですけど、うん、まあそれが良かったですね。たまたまくるくるになって入って良かったです。さあ、ここもスター取れまして、次8番ホールですね。ここもバーディー3打。パーオンでピン5メーター以内のワンパットですね。まあ何しろパーオンでピン5メーター以内。2オンで、ピン5メーター以内ですね。さあ、だんだんやっぱり難しくなってきますね、条件が。まあでも5メーターっていうことなんで、まあまあ、難しいと言ってもですね、なんとかなっていくんじゃないかなというふうに思ってはいますが、オーシャンラグーンのこのコースですね。はい、超パワーで306ヤード飛ぶという設定で打っていきます。さあ、ここも門松の群れさえなければいいんだが、どうだ。おお、またか、またか。やめてくれ、やめてくれ。ああ、やめてくれ。またやっちゃった。もう、困ったもんだな。パーオンでピン5メーター以内、ワンパット以内。きついなぁ。やばい、下手するとこれスターゼロだなぁ。スターゼロだぞ、これ。全然わかんないな、これ。見えないし。旗が見えない。うわぁ、風はそうないんだろうけど、旗が見えないなぁ。角度が読めない。もうちょっとどっちなんだ。ちょっとこのくらいで打ってきます。80% ぐらいになるって考えると、218ではちょっと弱いですね。パワーモードで、228か。そうですね、そのくらいかな。ちょっと弱いぐらいだけど、ちょっと打ってきます。どうだ ?91% か。飛びすぎだな。しかも全然角度も間違ってましたね。もうお話にならないですね。しかもバンカーだし。やばい。やばいぞ。これスター一個も取れないってことになってしまうと、ここでギブアップですね。そうなりたくない。これで、バーディーダメ。ラフもダメとなると、あと何でしたっけ？ワンパットでしたっけ？ワンパットっていう条件でしたっけ？うわ、何だったかな？ワンパットっていう条件だったら今これでクリアになるんですけど。うわ。条件忘れてしまった。何でしたっけ？あ、そうだ、5メーター以内と、あ、ワンパットでしたね。よかった。とりあえず1個スター取れまして、首の皮1枚繋がったっていう状態で、9番ホールに向かいますが、ここでアイテムを使って、スタミナ回復して、臨みます。何でしたっけ？3打とパーオンを達成、そして全員打、フェアウェイとグリーンですね。はい、まあ、フェアウェイを、フェアウェイ、そしてグリーン、パーオンってことですね。はい、普通にやっていけば取れるはずです。しかしこのコース、またこのコースですね。うん。でも今度はパー4ですね。さあ、ちょっと風見ますね。さっきここロングでしたよね。今度ミドルということですね。ここもさっきと同じようにやっていきます。ちょっと弱めにしっかりとフェアウェイにボールを落とす。はい、いいですね。次です。門松のブレが出なければなんとかなる。あとこれでパーオンして、グリーン乗ればいいんです。グリーンにパーオンすればいいんです。7.2 ヤード下げのフォロー。どうだろう、弱いかな。でもこのくらいでいってみます。安選択とはしました。当たればライジング。どうだ、弱いか、弱いか。いや、いいぞ。いいですね。上出来です。これで、2オン、まあパーオンですね。パーオンしてのフェアウェイキープということで、2つのスターはこれで獲得ですね。
入れることができればコンプリート。どうだ、入りましたね。いいですね。9番ホールはコンプリートしました。よし、いいぞ。はい、これで3つのスターが出まして、ひとまずこの段階で、27個のスターが獲得できましたね。で、今、右下のエキシビションマッチのボスが開きましたんで、まあ、おそらく27とか、まあ、その間スターが取れると開くっていうことだったんじゃないかなと思いますね。で、フレッチ、パーオンでピン5メーター以内、そしてラフなしということですね。まあ、2回、2ホールで戦うことになると思いますのでね、まあ、そこでどちらかが5メーター以内に、乗ることができれば、まあ、条件クリアになるということですね。さあ、もう最初のホールから5メーター以内つけたいな。おお、またこのホールですね。ファラオの、このさっきと一緒かな？一緒っぽいですね。はい、もうさっきと一緒のように打っていきたいと思います。どうだ？うん、いいですね。さあ、そして5メーター以内にということなので、まあ、ここもさっきと同様にですね、まあ、無理せずに刻む道を行きます。6番アイアンだと、やばいので、7番アイアンですね。はい、これでしっかりと刻んでいこうと思います。ちょっと弱すぎましたけども、まあ、いいでしょう。ここでサードショット勝負ですね。これで5メーター以内にオンすれば、ひとまず一つ目のスターの獲得になるんですけど、うん、風がそんなにないですね。ただサンドウェッジで打ちますんで、そこもちょっと考えながら角度を調整します。つま先上がりですから、どうでしょう。ちょっとやりすぎかな。よし、3マスというところで、ライジングでいこうと思います。はい、ジャストインパクトはしませんでしたが、さあ、どうだ、どうだ、どうだ。ああ、弱い。ああ、全然弱かったですね。打ち上げてたっていうことですね。今のはちょっと打ち上げの部分を見てなかったということで、まあ、打ち上げになってくると、やっぱりどうしてもちょっと、強み打たないと届かないですのでね、ボールは上に上がってしまって距離が出ないという感覚なんですけど、今打ち上げてましたね。その計算をちゃんとしなきゃいけなかったというところです。さて、残り31センチ上げですね。まあこれでも 3.8 メーターということなので、5メーター以内っていうのはクリアしましたね。ん、ちょっとスマホの調子が悪い。カクカクしてる。スマホの調子が悪い。うわ、落ちてしまうのか。うわ、なんかおかしい、スマホが。うわ、なんだこれは。うわ、うん、今のはスマホのせいです。僕のせいじゃないですよ。スマホがですね、カクカクして勝手にパッとしたんです。これってワンパッドっていう条件はなかったですよね。5メーター以内につけていれば OK なはずですね。はい、ということで、最初のホール、勝利ですね。さあ、次のホール。そうですね、パーオンで、あとはラフなし。うん、ラフなしですね。とにかくラフに入れないように、慎重に打っていきます。さあ、パワーモードで。とにかくフェアウェイの真ん中で、おっと、ここってそういえば、左でしたね。また忘れてました。はい、こっちです。さあ、フェアウェイの真ん中に落ちてくれれば OK です。はい、いいですね。さあ、2打目です。まあ、さっきのようにはいかないにしても、とにかくラフに落ちないことですね。もう5メーター以内は取ってますんで、もうここはそんなに無理せずにですね、まあ、しっかりと
もう手前のフェアウェイでもいいです。まあ、グリーン乗ればよしぐらいな感じで打っていけばいいんじゃないかなと思いますね。はい、2.6 ヤード下げのフォロー。さあ、ライジングにはなっていますが、どうでしょう、どうでしょう。全然ブレましたね。これは完全に門松のブレが出ましたが、まあ、全然 OK です。ラフにさえ入らなければ OK ですからね。はい、残り 6.4 メーターですね。うん。でも本当良かった。さっき5メーター内取っといて良かったですね。この門松のブレが出てしまいましたんでね。さっき5メーター内取っといて良かったです。さあ、これで2勝もできました。ラフも入っていません。そして5メーター内も最初のホールでクリアしていますので、はい、ここもですね、スターコンプリートですね。はい、ボスマッチもクリアしました。そして、もう一つ液晶マッチが今設定されましたけども、ここは開かないようですね。ということで、液晶マッチ A の方やっていきたいと思います。ボスに2勝と飛距離250ヤード。と、全ホールバーディー以下で勝つということですね。なので、まあ、しっかりとここはもうバーディーを狙って、行くということですね。ということなんで、攻めていかなきゃいけないですね。今度は左からの風ですね。はい、超パワーで。まあ、門松は右にぶれますんでね、こういうパターンはまだ安心して見てられるんですよね。まあ、多少右にぶれたとしてもフェアウェイに残ってくれるんですけど、反対だと失敗すると、先ほどの2回のラフのような感じになってしまうんですよね。ブレることを計算して打つと、今度は本当反対方向に行ったりとかするんで、本当に怖いんですけど、まあそこはもう門松を使っている以上、しょうがないかなと。はい。さあ、問題ここですね。250ヤードクリアですね。全ホールバーディー。もう、無理して2オンを狙わなくても、バーディーは取れますよね。まあでも、このホールはそんなに問題はないですね。さあ、さっきは右奥につけてしまいましたが、今度はどうしようかな。ひとまずグリーンに乗せる。さあ、ライジングショットにはなっている。あればライジング。また右に来ましたね。うわぁ、また門松出ましたね。まあいいでしょう。あとは2パットで入れればいいですからね。さあ、下り10センチの 7.9 メーターですね。まあカップのそば、まあちょっとカップを越すぐらいの感じでもいいかなと思いますね。そうそう上りが残りますからね。2パットで上がれば OK なんです。なので、ちょっと10センチ下げですけど、ちょっと強めに打ってきました。入ればラッキー。まあ、いいですね。残り40、65センチ。はい、しっかりバーディーですね。ということで、最初のホールは、勝利&バーディーということですね。今のところ、スターの条件をすべてこなしております。はい、同じことを今回、次のコースですね。ここでも行えばいいということです。はい、カフーのここですね。ここですよね。さっき失敗したのは。ということで、ちょっと怖がって左側に打っていきます。いいですね。さあ、セカンドショット。つま先下がりの風は左からですね。ちょっと吹いていますんで、だいぶ左側に向く必要がありますね。2マス、3マス。このくらいですかね。とにかくバーディー取らなきゃいけないですからね。まあ、とりあえずグリーンに乗っけて2パット。じゃあ2オン、2パットっていうことですよね。どうでしょう。グリーンに乗れば OK。乗りましたね。OK です。まあ、これで、よっぽどのことがない限りは、
スター取れると思います。さあ、残りが 6.9m で11センチ上げですね。最後入れて終わりたい。どうだ？ああ、入らなかった。うん。まあ、いいでしょう。さあ、ここも、2パットでバーディーですね。OK です。これで2勝しまして、すべてスターの条件は取ることができましたね。ということで、エキシビションマッチ A のボスはコンプリートということになりましたね。で、エキシビションマッチ B はこれで解放されるというわけではないかな？ないですね。ということなんで、まあ、ボス戦のところで何かやらなきゃいけないのかもしれませんね。1メーター以内とか、ジャストインパクトとか、まあ何かあるかもしれませんが。はい、ということで33個ですね。一通り1番ホールからだーっとやってきまして、33個の、スター獲得ということになりました。さあ、これで、いろいろとイベントの報酬がもらえるんですけど、何がもらえるかな？まずは、ボールですね。で、その後に、はい、いくつかもらえますが、所持数が上限を達しているため受け取れないと。まず、コインが2000ということなんですけど、さあ、いろいろともらえますね。ボール、能力ボールだらけですけども、パワーボールプラス4っていうのは嬉しいですね。はい。ということですが、もうこれ以上は受け取れないですね。受け取れないですね。受け取れないから次が出ないっていうことですよね。ということか。ということは、ボールをし、このボールがかける10とかかける5とかっていうことなんです。これもうさ、これもうプラス1とかプラス2のボールに変えてくれるとかしてくれればいいんですけどね。もうプラス1のボールをじゃがじゃがくれても困るんですけどね。ということで、まあしょうがないので、能力ボールを生成することにします。もうコントロールボール以下、全部ですね、9999という状態なんですね。はい、ということで、うわ。もう満タンになっちゃったんじゃないかな。ものすごい数ですね。もう能力ボールだらけですね。もういらないですね、能力ボール。これ受け取らないっていうことできないんですかね。受け取らないでもいいんですけど、私も。って、なこと言ってるとまたいつかなことになるかもしれませんけどね。まあでも本当今、もらわなくてもいいんですけどね。はい、ウェアチケットとコインですね。で、最後にギアチケットをゲットして、はい、こんなところですね。ので、コインは3000ぐらいゲットできましたかね。もう、あとはもうひたすら能力ボールと、アバターチケット、ギアチケットといったところですかね。まあ、プラス4のパワーボールというのは、まあ、早速使えるんじゃないかなと思いますが、まあ、それ以外のものについては、もう本当にもうしょうがないから受け取ったっていう状態の状態になってます。全ホールをクリア、全スターを獲得すると5000コインということですね。これもぜひ欲しいですね。ので、エキシビションマッチ B ですね。あれを解放させて、まあ、それのスターもしっかりと取って、で、この5000コインは早いうちにゲットしたいなと思いますね。はい、ということで、長距離ホールセレクションですね。まあ、ひとまず今日始まったばっかりの長距離ホールセレクションを一通り、やってみた結果が、こんな感じになりました。まあ、スターコンプリートに向けてですね、引き続きやっていこうと思います。まあ、なんだか参考になればなと思います。ご視聴ありがとうございました。雪村でした。